カバラン蒸留所は台湾のウイスキー蒸留所。キングカーグループが所有し台湾ギラン県の源の山号にある。カバランは台湾の大手飲料メーカー金車グループが所有する蒸留所で製造されているウイスキーである。カバランの名は蒸留所のあるギラン県の原住民族、カバラン族が由来である。2006年台湾北東部のギラン県にある カバラン上流所で製造を開始し、2008年に第一作目であるカバランクラシックを発売。2010年、ウイスキーの本場スコットランドのエディンバラで開催されたウイスキーブラインドテイスティング大会でカバランクラシックシングルモルトウイスキーが優勝した。その後もワールドウイスキーアワードやインターナショナルワインスピリッツコンペティションにおいて数多くの賞を受賞した。 2020年の東京ウイスキースピリッツコンペティションではカバランのシングルモルトが1位から3位までを独占した。首都、台北から車で1時間ほどの距離にある上流所は、雪山山脈、中央山脈という急旬な山脈に挟まれたラン、洋平屋に位置する。1996年、台湾の民主化により、民間企業でも酒の輸入、製造、 販売が可能になった。2002年1月、台湾が WTO に加入したのをきっかけに、金社グループはウイスキー製造に参入、上流所の建設に着手し、2005年に上流所が完成した。台湾発のモルトの粉砕からウイスキーの熟成までの全工程を台湾で行うメイドイン台湾ウイスキーが誕生した。 亜熱帯気候の台湾では40度近くまで気温が上がる。ウイスキー作りには冷涼な気候が適していると言われているが、カバランは逆にその暑さを利用し熟成が早く進むというアドバンテージに変えた。しかし暑さゆえにエンジェルズシェアは10%ほどになる。トフィーやバニラ、トロピカルフルーツの香りなどがカバランウイスキーの特徴として挙げられる。ありがとうございます。